さてここからはメンバーがそれぞれ選曲していくイニチューンズ、今週はリヒトにやっていただきます。はい、ありがとうございます。今週僕が選んだのは、チャーリープースで If You Leave Me Now フィーチャリングボーイズ2メンです。はいはいはい、これ多分2人にももうおすすめしたことあるよね。はい、あるだし動画見せてくれたよね。そう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 、はいはいはい、だしミニの皆さんにももう好きって言ったことあるんですけど、はいはいはい、もうまた改めてこの前また聞いてハマっちゃって、うん、なんかこれはやっぱアカペラが特徴というか、うん、はいはいはい、あのボーイズ2メンさんはその、うん、なんかそのなんていうん、アカペラ、うん、アカペラ界では神みたいな人だ。神分からん、知らん神ですよね。神ですよね。そうなんかもう低音がねよく聞いたら、うん、あの、はい、すごいなんかドゥーって言ってる人がいるんだけど、うんうん、それも気持ちいいし、あともう全員歌がうめえ、やっぱ、はい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 、ボーイズ2メンさんのボーカルの方も、はいはいはい、チャーリープースさんももうめちゃくちゃねうまいし、はい、内容はこれあれらしいよ、うん、結構その恋人にもなんか別れ告げられそうで、うんうん、いや僕は、なるほどね、まだやれるから置いていかないでみたいな曲なんですけど、はい、それもね含めて切ないので、うん、ちょっといいヘッドホンで今聞きましょう。はい、聞きましょう聞きましょう。はい、チャーリープースさんはね、うん、最近俺めっちゃやってるね。ね、さっきも聞いてたね。そうそうそう。うん、なんかあの TikTok とかで ね、曲作ってる段階のやつをさ、はいはいはい、上げてくださるからめちゃめちゃ、ね、それが楽しいよね。ね、だんだんあの配信されたりするから。そうそう、完成してって配信されてっていうの。うん、最近も、ね、俺もさっき聞いてた。ね、あ、聞いてた、うん。そうそう、それもそうだし、最近ジョングクさんとのね。ラスキュアンダリアスっていう曲。そう。それもだしジョングクさんとも最近あのレンライトで、うん、確かに良いからね、めっちゃいいっすね。チェックしましょう、チェックしましょう。はい、はい、それでは曲紹介お願いします。はい、チャーリープースで If You Leave Me Now フィーチャリングボーイズ2メン。イエーイ、もう拍手したよ、ね、よくないこれ、めちゃめちゃいいね、やっぱ、いや、うん、すごすぎるわマジでね、うん、いやもう良すぎ、良すぎっすね、ね、歌詞どうだった、え、これめっちゃいいよ、めっちゃいい、うん、なんか日本語泣けるね、書いてるけどめちゃめちゃいい歌詞、本当、うん、ね、ずっと聴いてたこの前これ、良すぎてまた、うん、そう、スルメ曲なのかな、スルメ曲、うん、確かにね、ね、あの気づかない音に気づくからさ、どんどん、うん、そうそうそう、ね、そういうのも含めて、あのさ、チャーリープースさんのさ、あの、うん、めちゃめちゃ高速のさビブラートわかる、あめちゃめちゃ高速のビブラートが俺めっちゃ好きなんだよね。今もあった、あったあった、あった、あった、あるのかな、あるある、ちょっと聞いてみてほしい、ちゃんと聞こえる、めちゃめちゃ心地いい、あ、いいね、うまいね、やっぱり、いや、やばいね、やばい、やばいね、ありがとうございます、ありがとうございます。こちらこそです。いいね。嬉しいわ。3人でいいヘッドホンで聞かせていただきました。いい、聞かせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、聞いていただいたのはチャーリープースで If You Leave Me Now フィーチャリングボーイズ2メンでした。以上、イニチューンズでした。ということで、久しぶりのフロイニでしたね。はい、はい、ということで、いやー、いいね、なんか面白いね、この3人、確かにね、いや、ヒロム君はね、うん、やっぱり上手ですね、ラジオが本当に、うん、そうそうそう、だからなんか、うん、いい感じに、うん、よかった、送ってくれるわ、あ、よかったよかったありがとうございますありがとうございますはい、それではまた来週も金曜1時にお会いしましょう。ここまでのお相手は INI の高塚ヒロムとシューフレファンと池崎リヒトでした。さよなら、さよなら。